村です。今日のまたまたすいません、セブンイレブンさんの黒いちぎりパン、チョコホイップの菓子パンですね、の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンさんの黒いちぎりパン、チョコホイップ税込み130円、結構ボリュームあるんですよね。そういたしましたら、原材料もご一緒にご覧いただきたいと思います。小麦粉、ホイップクリーム、砂糖、マーガリン、チョコレートスプレッド、あとはチョコレートにパン酵母にココアに食塩に粉末水飴に、植物油脂乳などを主原料とする食品、卵、洋酒、脱脂粉乳、トレハロース、グリシン、増粘多糖類に、酢酸、乳化剤、pH 調整剤、ビタミン C 香料、セルロースということです。エネルギーの方は下の方に記載ございます。1本あたり331キロカロリーですね。結構カロリー高めです。何回か食べたことあるんですけれども、中は普通にパンで何も入ってなかったような気もするんですが、なんか割れるようになってる。すげえ、これがチョコホイップということなんでしょうか。結構ぎっしり詰まってます。それでは黒いちぎりパン、お味の方をチェックしてみたいと思います。うまい。なんかそのふわふわ感があるんですけれども、結構歯ごたえがあるんですよ。で、最初そうですね、チョコホイップの味がして、とろっとしてチョコホイップの味がして、全体的にそうですね、後からココアパウダーのちょっと大人味がやってくるっていう感じです。そうですね、ただ単に甘いかなって思ったら結構大人味ですかね。美味しいです。ちょっと僕がチェックします。これはうまいですね。もうすごいチョコの風味がしてくるし、中のあのホイップのこのホイップですよね、チョコホイップがすごいクリーミーで、なんぼでも食べれるっていう感じですかね。めちゃめちゃ美味しいです。セブンイレブンさんの黒いちぎりパンですね。とっても美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。